私の JBN 芸能界テインメントワールドチャンネルへようこそ。嵐二宮和也映画、ターゲルより、試写会で高校生に金言アドバイス。18歳くらいまではとんがっていてもいい。二宮和也、第二子、二のは JR、誕生を突然発表し、早くも祝福の声。アイドルグループ、嵐の二宮和也、39が22日、東京都品川区の文教大学附属高校で、主演映画、ターゲルより愛を込めて、の高校生ティーチン試写会にサプライズ登場した。二宮は19日に第二子となる次女誕生を発表後、初の公の場となった。実話を元にした映画は、第二次世界大戦終了後、シベリアの強制収容所ラーゲリの過酷な環境の中で、家族を思い仲間を思い、希望を胸に懸命に生きた山本半男、畑雄の反省を描く。シベリア抑留の歴史を少しでも多くの若い世代に知ってもらおうと企画された試写会で、同校の1年生約230人が鑑賞した。映画の関係者が来場すると事前に伝えられていたものの、まさかの主演俳優の登場に生徒たちは大興奮。二宮は代表の生徒たちから映画の感想を直接聞き、生徒たちからの質問にも答えた。自身の高校生当時を振り返った際は、ちょうど嵐としてデビューした時、自分の考えが一番正しいと思っていた年代、と振り返りながら、自身の経験談をもとに、二十歳くらいまでは、尖ってもいい、と金言を授けた。親の管理下にあったり窮屈な思いするかもしれないけど永遠に失敗できると思って暴れまくってもいい。この時に尖っていた方が、将来丸くなれる。いろいろ経験して、いっぱい失敗してほしい、と熱く語った。二宮和也、突然の第二子誕生を発表で早くも祝福される、二の愛 JR、とは ?11 月19日、ジャニーズ事務所が嵐の二宮和也に第二子となる女児が誕生したことを発表した。二宮は、私事で恐縮ですが、皆様にご報告がございます。先日、第二子となる女の子が誕生しました、と文書で報告。さらに、無事に生まれてきてくれたことに感謝するとともに、新しい家族が増えて賑やかになることに喜びを感じております。と、心境を綴った。二宮は19年11月に元アナウンサーの一般女性と結婚し、21年3月に長女が誕生している。ネットでは、おめでとうございます。といった祝福の声と、共にもう二人目なの、ね一人目生まれてから早く感じる相葉ちゃんとこの子と同級生か。といった声も続出した。昨年第一子が生まれる前の1月には一部報道で妊娠が報じられましたので今回は情報が漏れないように徹底したのでしょう。そのため、今回の発表に驚いた人も多かったようです。また、同じ嵐のメンバーである相葉雅紀が10月23日に第一子の誕生を発表したばかり。そのため、二宮の子供も同級生となったことで、ネットでは二宮と相葉の組み合わせを、二の愛、と呼ぶことから早くも子供二人を、二の愛 JR、と祝福する人もいます。いずれにせよ、母子ともに健康であったのは何よりと言うべきだろう。丸私のビデオを見てくれてありがとう。最新のビデオを受け取るために、私のチャンネルを、購読してください。最後まで読んでいただきありがとうございました。